遊具配信おい、さあ小林さん、続いてのおもちゃは、おおおおおおわ、すごいなるほど。これ一体何ですか、小林さん。これ、あの、まあ、名前はクレイジーカートシフトなんですけど、はい、あの、こう、まあ、子供でも大人でも、うんうん、こういうなんていうか、ドリフト好きじゃないですか。ドリフト好きね、はいはい、あの、こういうなんていうか、ちょっとレーサー気分になれるのが楽しいかなと思って、ドリフト気分が味わえるというか、はいはい、おうおうおう、これどっから輸入してるんですか。アメリカです。アメリカで、これも日本で売ってるんですか。売ってます、はい、おいくら。これですか、5万円ぐらいだと思います。5万円結構するね。しますね。スタッフがみんな値段とか、私はちょっとそれより面白いことしか考えてないの。いや、社長はそれでいいんです。この人はもう面白いこと以外したくないんです。値段とかじゃないんです。はい、すみません、本当は必要なんですよね。うん、いいです、もうあなたは、はい、全部何かを差し込むんで大丈夫です。そうしてください。はい、大丈夫です。とにかく、はい、面白いものを見つけたら、はい、日本中にあのもうて共有したいって思ってしまう。その前も素敵ですもんね。で、ドリフトはどうやってやるんですか。ドリフトはやっぱり体ですね。もう体で、体なんだ、はい、やれたらってことですか。それかこれをちょっと切り気味にすると、うん、あんまりにも切ると、うん、くるんとスピンしちゃうんですね、うん、はいはいはい、これブレーキはないんですか。あ、ブレーキはここが、うん、あのアクセルになってますので、うんうん、これを上げればもうブレーキになる。緩めるってことですか、はい、アクセルを解除すれば、うん、足を上げれば。基本的なブレーキはないんです。ないってことですね。だから足を離してください。うん、テリーさんも乗れますか。全然大丈夫です。テリーさんは車運転しますからね。これまた違うよね。まあ、違いますね。違いすぎますけどね。うん、はい、もうなんか話してると乗りたくなってきた。なんでなんすか。なんなのこれ。そのなんか。さあ、はい、はじめさんのタイムトライアル、はい、5、4、3。2、1、スタート。いきます。ゴー。おー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 、楽しい。わー、ドリフトした。ドリフト入れて大丈夫。ドリフト早い早い。おー、あ、ドリフト早いよ。ドリフト、ドリフト入った。うまい。待って、思ったより、イエー。あそこはもうカメラ誰も終わってんだ。あっちカメラあるから。あっちにあるんですね。さあ、始めましょう。来たよ。おお、ゴール。あー、かっこいい。ゴール。かっこいい。さあ、何秒だ。35秒97。おー、早い。早い。あの、早いっすね。これあの、ああ、思ってるスピード出ますね。あ、そうなの。結構、途中怖くて、アクセル離しました、僕。あ、そうなの。やばいと思って。あそこでね。あそこら辺ちょっと。そう、あの、13キロぐらいなんですよ、マックスは。でも体感が多分結構あるんやな。目線下で、これはエキサイティングですよ。でも、あの、足すぐ離す。早く乗りたってしょうがない。怖いと思ったら、すぐ足離してください。はいはいはい。怖いよね。いや、これすごい。これすごいと思ってる。怖くなってきた。では、いきます。はい。5、4、3、2、1。スタート。イエーイ。まあいいですけど、ギリ許しましょう。せこいねんな。小林さん、いい感じですね、テリーさん。順調。楽しそう。いい。かわいい。あ、いいよ。さあ、大丈夫か。お、あそこでちょっとスピード出るんじゃない。そうなんですか。あ、そうなんだ。小林さん、いけそうっすかね。あの、U ターンが多分むずい。むずいっすね。戻ってきますかね。戻ってきますかね。戻ってきますよ。来た。あ、爽やか。でも早いんじゃない。あ、さあ、ゴール。早そう。マジで。すごいスムーズ。何秒や。すごい早いと思う今の。34秒71。ってことは現在1位。すごい、テリーさ
まあ、最初のセコはありましたけど、ね、確かにちょっとね、そこの差はあります。フライングがね、走っちゃうんだよね。いいですか。はい、はい、よかった。これテニスどうでした。ハマるハマるハマる。スピードは緩めました。どうですか。もっと出したい。ああ、マジっすか。おお、このメーカーとしてはこのためがなんかドキドキする。確かにね、もっと出したい。 あら、もっと出せる。嬉しいわ、はい、面白いですよ。面白いこれ。さあ、さあ私ね、どうですか、自信はありますか。なんかあります、めちゃくちゃ。おお、運転大好き。あ、これ大好き。これはちょっとおてんばだね。うん、おてんばだ。これだから、デリーさんが34秒71ですから、うん、それを上回れば、はい、はい、これで記録出すとですね、うん、レギュラー決まります。あら、え、本当ですか。はい、もうひなちゃんには俺から電話しておきます。、はい、じゃあ頑張ります。めちゃくちゃ気をつけてね、でも、はい、はい、というわけで松川さんのタイムトライアル、はい、5、4、3、2、1、スタート。おお、いいスタートだ。いいスタート、早い。結構いいを攻めてるの。おー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 、あーすごい。あ、いいんじゃない。なんか危ない危ない。すごいな、これ。ギリギリだ。うわ、ぶつかった。めちゃくちゃ千鳥足やったよ。攻めてますね。さあ、すごいな、帰ってきた。早いんじゃない。どうだ、あ、すごい早い。早い、ドリフト、最後ドリフト。あ、いいね。かっこいい。早いんじゃない。どうだ、早い早い、絶妙。マジか、おい、めっちゃ早い。30秒出ました。やめてる。やったー、嬉しい。おいおい、めっちゃ縮めてきたよ、お前。さっきそこのコーナーもう怖かったっすよ。スレスレのなんかこんなになってたの。すごいよ、もう全然早い。どうですか、怖かったですか。めっちゃ楽しかった。楽しかった、嬉しい。やっぱ多分すごいね、軽いから。あ、そうや、うん、それがあるのかな。それもあるよね。それはあります。それはあります。そういうことだ。やとしてもさ、そのスピードにビビらずよう踏めてるよ。そうそうそう、うん、さあ、おじさん、最後の方、遊戯配信チームをかけて、はい、はい、いよいよ最後ですね。はい、森田さん、ちょっと、ちょっと待って、ね、矢印ね、はい、うん、森田さん、その遊戯配信チームをかけて頑張ってください、ぜひ。オッケーです。もうめちゃくちゃイン攻めますから。そう、お願いします。小林さんの左足かすめていきますから。いやいやいや、はい、ちょっと危ない、危ないですよ、はい、夢の29秒台、はい、お願いします、はい、じゃあ関東お願いします、はい、はい、というわけで森田さんのタイムトライアル、5、4、3、2、1、スタート。まず安定したスタート。ちょっと体重が、あ、でも結構イン攻めてる。頑張れ森田さん。あぶらぶら。スピーしてるけど。え、すげえ。すげえ回ってたな。あそこ、でもあそこスピンかけるとこじゃないと思うんだけど。森田さん大丈夫ですか。止まったじゃない。帰ってこなくなった。あ、来た。来た来た来た。森田さん急いで。あれ、揺れてる。あ、すいません。大丈夫。さあ、何秒？どうだ？森田さん、41秒13です。おかしい。あ、ちょっと無駄なドリフトしすぎましたわ、小林さん。そうですね、あの角でね。回っちゃいますね。あと向こうの U ターンのポールみたいなのぶっ壊してもうたけど。ごめんね。壊した。ね、はい。いや、むずい、これ。いや、でも意外と難しいよね。いや、むずいっすね、これ。え、ということは、ってことは、優勝は、優勝は松川さんです。ありがとうございます。嬉しい。やばい。すごい。そうなんだ、これ。女の子にはいいんだよ、この確かに大きさが。ね、優だったのかもしれないですね。でも、でも、あと度胸はある。そうね、確かに、あれちゃんと滑り切ったのかな。普段も飛ばしちゃうので。そうだね、普段も飛ばしちゃうんです。普段も飛ばしちゃう、なんか怖い発言やめてよ。普段飛ばさないとこなんで。はい、ということで皆さん、今回はスピンジャイロとクレイジーカートシフトで遊んでみましたけど、どうでした。はい、いや、めちゃくちゃ楽しかった。楽しかった、しかった。久しぶりにこんなね、興奮して、うん、欲しいよ。でもこれでしょ、街では走っちゃいけないんでしょ。街では敷地ないということで。そうだよね、ちょっとマジこの建物内でさ、うん、ちょっと近々なんかデカめの大会やらやりますよ。じゃあ賞金出るやつ。これまあ賞金1億円ぐらいかけたよ。誰がいいですか。僕ですか。初め、はい、
初め杯やりたいわ、マジで。前ものは楽しいですね。わー、楽しいですね。はい、というわけで以上、優雅配信でした。ありがとうございました。楽しい、これは楽しい。お願いします。あれ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 、マジで何何何、牛女の幸せです。お願いします。なんか声のトーンがムラムラタムラに似てんのよ。怖いな。今日ね、僕ね、あのザ峠でね、ちょっと売れたいなって。売れへんて。売れたいなって思って。峠で売れたやつ見たことないって。ザ峠でも売れますよ、今日は。絶対に、絶対売れますからね。ほんとね、ザ峠、俺やらせてもらえるまで俺ちょっと動かないです、ここ。いや、やらしてあげるよ。やらしてあげるって。やらしてくれるんすか。あ、売れちゃうじゃん。いや、売れへんって。俺、今日売れますわ。いや、売れへんって。すいません、今日売れます、俺。あ、はい、あ、お前、俺売れますわ。もしかして。なんだろう、お前、ムラムラタムラの友達やろ、お前。俺、全然入れるわ、なんか。俺、ギャグとかないっすよ、俺。お前ら一味は全く座ろうとせんの。ギャグとか俺、ないっすよ、マジで。ないっすけど、俺、全然入れますわ、ここ。いやいや、入れますわ、ね、座れや。入れるわ、なんで。おい、なんかムラムラタムラより普通っぽいからより怖いのよ。俺なんか言えたけど、まだあのギャリやったら言えんけど、なんか怖いのよ、お前。俺あんまテレビとか出たことないっすけど。ないやろな。俺なんか入れますわ。出してええか分からんもん、お前のこと。判断つかんて。緊張とかしそうなんすけど。おい、なんなんこれ。あんましてないっすわ。おい、なんじゃろ。じゃ座れって。いいっすか、座って。座っていいから。いいっすか、ちょっと座らしてもらっていいっすか。誰に言うてんの。座らしてもらっていいっすか。俺テレビあんま出たことないっすよ。いや、そうだ、わかるわ。うわ、嬉しい。何者なの、牛女のしらすは。牛女というコンビのしらすでございます。はい、あの、時間の無駄やったな。あの、お前どうせ田村の友達やろ、お前。いや、田村さん、友達です。そうやろな。、はい、お前らしか多分気合わんと思うわ。ああ、いやいや、お前らだけやと思うで。俺たちザ・峠で売れるために来てる。いや、売れへんねんって。売れへんねんとかも言いたないね、あんまり。なあ、なんかこの界隈とのレースは結構僕得意かもね。うんうん、はい、負の感情で戦います。そうね、ゴー出るよ、これ多分。ゴー出しますね。ゴー出そう。さあ、今週の10連はどうでしょうか。はい、さあ、3、まず3ですね。4はね、平気で出るようになったから。はい、3、4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 
3。ダメだなお前は。ダメだダメだ本当。でも4いっぱい出た。4は出てるらしいですね。たくさん出ましたね。はい、ちょっと怖いな。さあ僕いいっすか、ガチャ引いて。いいんすよね。お前結構自発性あるやつやな。振ってから喋ってくれ。すいません、ちょっとあんまテレビとか出たことない。いやもうええってやろうなって。本当なんすよ。言ってほんまなら分かってる。絶対ないやろなって。すいません、本当なんすよ。はい、いきますよ。手震えてんの？おい震えてるわけないじゃないですか。その芸風で手震えてたらいいんだ。なんでそんなこと言うんすか。じゃあちょっと押そうとしてみて。震えそうだったのに。震えてるよね。震えてるわけないじゃないですか。俺やだわ俺も。ギリギリのメンタルでこの芸やってるよね。もう震えてるわけないのに。かわいいやつやで、ほんま。震えてるわけないじゃないですか。ごめんなみんな。ガチャ引きますよ。ガチャ引きますよ。はい。これ大事だな。さあ、この10連はどうでしょうか。さあ、まずは3からでしょ。まずは3からなんですよ。3。そう、森田さん、これもしかしてありますか。3。これありますね。3。あるか。すごくない。4。4。3。まあ、同じぐらいの引きでさ、さ、田村もあいつもさ、峠に入ったら見せ場ないのよね。やっぱり。はじめ社長。じゃあ僕はホンダのインテグラで。おお、いいね、はい。インテグラタイプ R ですね。懐かしいよ。僕やっぱ一番左上のシルビア。なんでやねん。大丈夫ですか。なんでやねん。なんか3やねんこれ。やっぱでも一番最初に出てるんで、うん、僕のね。一番最初にそんな愛着湧くねん、はい、じゃあ一連でええやろ、まあ、別に。これに、もうこれに。10連やる必要ないやろ。俺こいつと心中します。俺こいつと心中します。
ットスタートいってよ。さあ、まずはリップスタート。あれ、お先にフィニッシュスタートは始まりましょう。そういうことだよ。シラスさんも頑張って。シラスパーフェクト出すんかい。はい、あー、うまい。あの、うまいんですけど、車の差がちょっとありそうですね。うまいですよね、でも。シラス、おい、シラス、うまいの、おい。はい、うまいですね。さあ、ただうまいんですけど、初めてだよ。シラス、俺はなかったじゃんかよ。ヒガスマジでめちゃめちゃうまかったやないか、お前。なんじゃあいつ。俺めっちゃ練習したのに。なんで竿を選んだんだ。峠が一番見せ場あったわ。なんでだよ。めっちゃうまかったですね。マジで峠で売れんちゃんと思った。マジで思った。ちゃんとうまかったんだ。ちゃんとうまかったわ。なんで。シルビアじゃなかったら、はい、もしかしたら、はい、シルビアが遅いってことですか。って言ってくんないですか。言ったやろ。言ったやろ。おい、もう峠終わってるから目立とうとすんなよ。お前は峠だけの人間やからな。はい、峠で見てる。はい、以上、峠のコーナーでした。ドライやな、あいつ。遊戯配信番組公式 YouTube を開設しました。すごいですよ。はい、チャンネルではですね、番組の未公開映像やディレクターズカットを公開する予定です。結構裏で実はいろいろあったりするので、ぜひお楽しみに。チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。